今日はひなたちゃんとニャトランのウキウキ塗り絵で遊んでみるよ。ひなたちゃんが嬉しそうに何かを見ているよ。テーブルの上に何かあるみたい。だけど、まだ真っ白。ウキウキ塗り絵で浮かび出させてみよう。まずはひなたちゃんをぬりぬりしていくよ。ひなたちゃんの髪の毛は茶色。茶色の部分はお目目と、あとはニャトランの目目も茶色だよね。茶色でぬりぬり。次はお洋服を黄色で塗っていくよ。ニャトランのお顔も黄色でぬりぬり。ニャトランの髪の毛はオレンジ色だけど、オレンジがないので茶色で塗っていくよ。ほっぺも塗って、ひなたちゃんのお口もピンクで塗って、ひなたちゃんの洋服も塗って、ブルーのパーカーに袖がグレーなんだよね。すっごくおしゃれ。グレーがないので、グレーは白にして、顔の色もぬりぬり。おてても塗って、ひなたちゃんとニャトランを塗ることができたよ。テーブルには一体何があるんだろう。テーブルの上も塗ってみようね。みんな何があると思う？予想してみてね。みんなが予想してグッドボタンを押してくれたら塗り塗りし始めるよ。あ、みんな予想できたみたいだね。よーし、塗ってみるよ。何が浮き出てくるんだろう。あ、何か出てきたよ。これは何かな。ダイヤモンドや
いろんな宝石？リボンのついたネックレスみたいなのもあるよ。見るかな？わあ、すごい！キラッキラの宝石やアクセサリーが浮かび上がってきたよ。綺麗だね。ひなたちゃん嬉しそう。よかったね。あ、ニャドラにちょっと紫色が入っちゃった。プリキュアたちやヒーリングアニマルの楽しいウキウキ塗り絵。みんなもぜひ遊んでみてね。それじゃ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくね。